ラスラック開発テスターを担当してます、ヤセです。プラスラック2024-2025 ニューモデル紹介したいと思います。基本的には新しくなるモデル、ゲレンデだけではなくてゲレンデ以外にもこう使えるようなモデル、まあ、パウダーとかあと山にも持っていけるようなモデルが新しくなりました。まず紹介するのは軽量系のモデルで、ブレザー LT とブレザー2になります。ブレザー LT なんですけども、中身の材料が変更になりました。まあ、軽さはそのままに、より荒れてるところでも安定して滑れるようになりました。とにかく軽いスキーを探してるんだけど安定して滑りたいという方にすごいおすすめの1台になってます。センター幅も 87mm なんでゲレンデだけでも十分に使えます。次がブレザーツアーです。 LT 同様に見える部分ではグラフィックのチェンジだけなんですけども、こちらも中身の材料を変更してます。まあ同じように軽さはそのままに、結構硬かったり荒れたところでも安定して滑れるようになったんで、より行動範囲が広がっていろんなところに、行けるスキーになったかなと思います。安定性も増したんでゲレンデで普段使いするのにもおすすめの1台です。センターが 97mm です。なのでちょっとこう新設パウダーがあるかなっていう時に、履いていただけるといいのかなと思います。はい、続いて紹介するのが、ブレイザーとバーサントのオールマウンテン系のスキーになります。ちょっとこう見た感じ気づかれる方もいるかもしれませんけども、すで、に販売しているモデルでファーザーの、グラフィックの色違いになりますので、まあ、ここにファーザー加わって、まあ、3機種同じシリーズのような感じになります。まずブレザーなんですけども、まあ、見た目も結構変わりましたが、中身も結構変わってまして、まあ、こちらも構成する材料を変更したことによってエッジグリップがすごい良くなりました。センターが 97mm のスキーなんですけども、100mm 近いセンターがあるとは思えないほどのこうエッジグリップ感でゲレンデを滑っててもすごい安定して滑れます。もちろん山に持ってってもスピードを出した時の安定感っていうのはあるので、今までのブレザーよりより乗り心地が強くなった感じです。続きましてこちらの緑色のスキーは、バーサントなんですけども、こちらもシェイプは変わらずなんですがバーサント大幅に、変わりました。今まで高速の直進性っていうのはものすごい高かったスキーなんですけども、まあ、その代わりスピードが出るし縦にも走るけどこのスキーが横に向くのが少し苦手なスキーだったんですが、今度新しくなるバーサントは直進性スピードはそのままにスキーを横に向けたり、クイックに動かすことができるようになりました。具体的には使っている材料の変更とスキーのたわみのバランスを、見直しました。実はブレイザーのバランスを少しこうバーサントに入れることによってバーサントのこう得意だったところはそのままにブレイザーのすごいマイルドな使いやすさっていうのをこう合わせたんで、今までのバーサントよりこうスキーをたわませるとかスキーを動かす横に向かせるっていうことがすごい楽になりました。なので、どんな雪質でも対応してくるスキーになったと思うので、スピードはこだわりたいんだけどクイックにスキーを動かしたいという方にこうおすすめできる一台になったのかなと思います。はい、続いてはフリーライド系のスキー、マッシブのシリーズの紹介です。マッシブの106と116、両方新しくなりました。基本的には同じような変更なんですけども、形はそのままなんですけどもスキーのバランスを一から見直しました。マッシブのシリーズ、この走破性と、スキーの軽さっていうのが特徴だったんですが、走破性をさらに高めまして、スキーの足元ですね、足元の安定感を増やしたことによって
より荒れたとこや深い雪でもどんどんこう進んでいくスキーになりました。特に足下と足の先の方のスキーの強化をしたんですけども、その代わりスキーのトップとテールの先端ですねの厚みをかなり薄くしたので、足元重視でこうピボットな操作がしやすくなったんで、まあ、もちろんあの細かいツリーランに行ってもスキーいろんな方向に向けやすいですし、少し飛んだ時にもスイングバランスがものすごい良くなってます。こちらはちょっとこうフリーライドな感じで滑りたい方にすごいおすすめのスキーになりましたので、106、116両方同じように変わりました。はい、あと最後なんですけども、すでに販売しているモデルでパーザーの178センチ長いモデルが新しく来シーズン登場しますので、ファーザーの方も長いモデルを探している方はぜひチェックしていただければなと思います。また各モデルの細かい説明も動画にしていきたいなと思いますので、こちらも参考にしていただければなと思います。